今日はめちゃめちゃ珍しく朝から何もなかったので、朝ジムやって帰ってきました。年末に向けて一番忙しいシーズンで、私自身もホリデー付近で一番テンション上がるんですけど、ブランド的にもホリデーって一番盛り上がるシーズンなので、そのコレクションの準備をしてたりとか、今年はそれプラス高見のみーちゃんと一緒にやってるユニットのノースリーブスの15周年ライブがあるので、その大イベント2つが通常の仕事プラス重なっちゃっているので、ちょっとめちゃめちゃバタバタなんですけど、本当に今日は何ヶ月ぶりだろうこの時間フリーなの、そんな感じの時間を過ごしています。でお昼ご飯炊こうかなと思ったんだけど、なんやかんや時間なさそうなので、サラダ、これはね、発酵食品が多く含まれているサラダです。ビューティーサラダにオイルかけます。オイルのドレッシング、あ、そうだ、さっきね、ジムの帰りになんか自然食品のスーパーがあってね、そこで納豆入ってるんだけど、追い納豆をしたいなと思って、納豆とあとトマトももっと追いトマトしたいなと思って買ってきました。なんだろうね、ウド、川原、坂田納豆、1パックだと足りないけど2パック食べちゃうじゃん。なんかちょうどいいサイズ感、初めて買ってみた。ほらちょっと長方形なの、ちょうどいい、やば、すごい好き。まあすごいことになっちゃったすごい、これ食べきれないかもいただきます。おいしい。何の夜もバタバタしてたらご飯食べる時間なくなっちゃって、夜は食べずに寝た。でも夜食べずに寝れるんだったらそうしたいから、もう寝ようと思って寝ちゃうことにするの。うん、サラダとか納豆とかこうやって食べてる時本当に美味しくて、サラダ、納豆、豆腐のご飯でもう全然もう一生これでいいわって思うんだけど、なんかラーメンとか食べちゃう、何なんだろうね、本当に不思議ですね。ノースリーブスのリハーサルもさ、ライブに向けてずっとあってやってるんだけど、普通にさ、やっぱ今日のリハだけにはならないわけじゃん。普通に今までやってた仕事とか定例とかがずっとあるから、だからプラスリハだから、ほんとなんか頭の切り替えの仕方が分かんなくて、普通にリハ終わったら経営会議があって会社のこと話したりとか、リハの前にクリエイティブ系の仕事バーってやって、その後ダンスのリハーサル行ってダンスを覚えたりとか、カオスですね毎日。でもそれが本来の私の姿なのか私らしいバランスかなとは思いながら毎日必死にやってます。年末までこのペースだと思うので乗り切りたいと思います。ごちそうさまでした。この後は仕事で、今日はダンスのリハーサルがある日なので、ちょっと気持ちを切り替えてダンスのリハーサルに行ってきます。すごいじゃん、覚えたよ。じゃん、覚えてないよ。あのね、全然わかんない。記念に全部通してみる。よ、記念デビュー。ノースリーブスのリハ以上の熱量。いや、待ってよ、いや、待ってよ、完成度あげるみたいな。しかもなんか、リハ終わったら出てこないなと思ったら、これの振り入れしてた。振り入れしてた。
回もすごい広い会場だな。何よ、え、落ちる。ニコニコ見ちゃう。ライブをおそろい、おそろいです。カレー屋さんめっちゃ美味しくない？美味しかったです。ちょっとニンニクがかかっちゃう。わかる、入れちゃうよね。入れちゃう。かわいい。ありがとうございます。あ、すごい。今日は大好きなカレー、またカレーって思うかな。前回もカレーだった。ナスです。あー、念願のカレーです。嬉しい。ハリプトゥーを来たお客様が今前の時間に来てくれて、今すれ違いました。ハンバーグカレーに、目玉焼きとチーズと、あとクリームコロッケがすごい美味しいので、クリームコロッケこれは半分にする。あとね、これガーリックライスなんですよ。見えないけど後で見せるね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとホリデーブードになってます。この後内装をちょっとずつホリデーにしていくのに必要な場所を探って報告します。あ、ここに何を置く。あ、そうそうそう、一番の内心なんですよ。うちのスレは、はい、あ、やっぱね、どうしようかな。選んでください。ピンクスエードのキャンドルと、うん、ヘアパフューとか。じゃあそれにします。喜んでくれると嬉しい。ここ超かわいい。こうやって、はい、これでちょっと、ね、バッグみたいに、はい。ちょうど今日持ってたの。すごい。まだ何も入れてない。毎年の、感謝の気持ちを込めた特別品のです。今はリリースするアプリがいよいよこの実機 で上がってきたので、そのチェックをしてます。でこの後めちゃめちゃ出た細かい部分の調整をしてリリースまでに事前にちょっと試しに使ってもらって、でその時に出た内容とかを修正していよいよリリースみたいなスケジュール感ですかね。日本語と英語の余白もポンポンって2ミリ多い気がする。詰めたらバランスいいし、日本語もパッと入ってくる気がする。まあ、写真に対してこの商品名がちっちゃい今。ここですよね、うん。そうですね、ちょっと小さいし、まあ、ここもなんか余白ありすぎ、ありすぎかもですね、うん。パツッとしててもいいかも。うちだと商品名も素敵だったりするから、うんうん、写真と一緒になんか合わせてそれを伝えたいなっていうのはあります、はい。私も結構アプリで買い物することめちゃめちゃ多いので、うんうん、そこでなんかこの実際このハーリプトのアプリ触ってみて気づくこととかたくさんあるので、そういうのを戻してそこを細かい修正をずっとしてもらってるって感じ、うん、もうずっとそれの繰り返し。横スワイプがいいか縦がいいかとか結構重要なことから、さっきの数ミリみたいなとこまでずっと
調整を繰り返してますね。でもこのアプリでハーリップトゥーの全ブランドと全ての雰囲気が伝わるものだと思うので、すごい重要ですよね。ね、なんかちょうど NFT が世の中に浸透してた時期、2年前とか、そういう時期からスタートしてたから、なんかそっち方面の考え方とかもあったじゃないですか。うん、ありましたね。NFT のアイコン NFT にするとか、とかあっていろいろ精査されてみたいな感じ。今落ち着いて。毎週どれをどこまでが、もうなんか今絶賛いろいろ動き中なんで。なんですけど、まあ、今日話したところとかは割と反映しやすいところだと思うんで。見て。すごい。すごい合ってる。ぴったり。テンションがぴったり、うん。これとこれ合うね。あ、でもこれとピンクも合うか。うん。うん、かわいい。この色を水色で統一してるか。ギュッとしててかわいい。あと高めのっぽい。うん。やばい。今から7時からインスタライブなんだけど、超やばい。いつもこんなギリギリ。でも商品の説明はもうその場でできるから、プレスの子も準備しといてくれてるし、まだ時間がない。これから始めて、綺麗になりすぎないって結構ブランドのポイントだと思っていて、私結構カジュアルな格好もするし、綺麗めにもしたいしっていう、あの気持ちがずっとファッションであるので、カッチリしすぎるとシーンが決まっちゃうので、デザインで崩すようにしています。今週いよいよイベントが始まります。ぜひ皆さんのお越しをお待ちしてます。お待ちしてます。バイバイ。ありがとう。お疲れ様です。違ったんだけど恥ずかしい。よかった。違ったよ。あれだ。お疲れ様です。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。